昨夜、湖西市で警察による改造車両の取り締まりが行われました。週末の深夜を中心に改造車両による騒音で周辺住民から取り締まりの要望が相次いでいることから行われました。警察官らおよそ50人が湖西市にある道の駅で音響測定器などを使って規定の音量を超えていないか検査していました。改造した車両で騒音を立てて走行しますと、休憩されている方並びにですね、近隣の方に非常に迷惑となりますので、改造車両での運転はもうやめていただきたいと思います。